皆さんこんにちは、日本語の勉強は大変だ。10歳からずっと日本語を勉強、まるで私の夢の言語。家族の前で日本語のメニュー読める、家族はびっくりヒーローになれる。でも推しが好きだから SNS に番組情報じっと見ていた。渋谷、新宿、原宿通り、頭くるくるする feel like and fall。 本読み、訓読み、発音不明な文字、調べるとき、なんと驚き。ここまで来れたのはみんなのおかげ、先生や家族へ感謝の言葉、この日本語で世界中をつなげ、さあ来いスタートラインはここだ。